半米は先生です。今回ね、私の鉄筋コンクリートのね、住宅パルコンという会社にね、家をね、建ててもらいたいなというようなことで、カタログをね、ちょっと送ってもらいました。まあ、担当者なんか、こちらちょっと手紙もいただきましてね。で、こちらね、パルコのね、建築の、カタログなんですけど、地震に大変強いんですね。地震がちょっと、地震、怖いんでね。強いというので、いろいろね、見させてもらってるんですけど、それでね、坪60万ぐらいで建てられるんですよ、このパルコンね。とっても丈夫でね。で、でね、結構丈夫なね、高級住宅、鉄筋コンクリートのね、住宅が建てられるということでね、まあ、とてもいいなということでね、今、建てるんだったら、この鉄筋コンクリートのパルコンが一番いいなということですね。工場のね、ブロックでね、モジュールするんで、地震に強いということですね。で、まあ、今では日本で一番これがいいんじゃないですかね、パルコンっていうのがね、住宅建てるなら。ね、こんな風にね、コンパクトに建てることもできるし、土地が狭いところでもね、こんな具合でね、とってもいいんですよね、パルコンってね。これですね、パルコンってのこの造成のね、しっかりした。鉄骨は540度で、パルコンは1000度しても、破壊しませんっていうのが書いてあるんですね。相当しっかりしてるんですね。風にも強いわけですね。パルコン。ただね、固定資産税が高いんですよね。やっぱ鉄筋コンクリートだから、それだけちょっと困るんだけどね。国にもうちょっと安くしてもらいたいですね。いい家に住むのに、ね、固定資産税っていうのは大変なんですよね。特に僕なんかもう年金でしょ。還暦だからもうなっちゃったから、今月でね。年金で家をね、支えないといけないんですよ。と固定資、年金だけでね、固定資産税で全部なくなっちゃうんですよ。働かないといけないですね。固定資産税で100万もかかっちゃうと、ね、家とか財産のね、固定資産税で、すぐ100万ぐらいかかっちゃうんですよ。年間ですよ。年間で固定資産税100万もかかっちゃうとさ、家だけでも、50万とか100万ぐらいかかっちゃいますからね。こういうの建てちゃうと。いいはいいんだけどね。これはちょっと個人の家は固定資産税タダにしてもらいたいね。ちょっとこれ見てる時間がないんで。で、こちらですね。で、こちらのね、構造ではね、見た感じはこれが好きなんでこういうけどね。これは住宅オフィス用だからね。で、手軽なやつは、というか、ここら辺が一番いいんですよね。ね。で、ちょっと豪華だとこっちの方ですね。で、
これを建てたいと思うんですよね。こちらにね。結構、コンクリート住宅いいですよね。こんな風にね。もう頑丈ですね。こういうのね。この程度だったらそんな高くはないですけどもね。固定資産税が高いですね。僕としては、こっちの家の方はね、これですね。モダンなやつね。シンプルなやつね。これを建てたいですね。大きさがちょうど合うんですよね。こちらですね。こちらですね。こちらを建てたいですね。このようにパルプ住宅ね、とってもしっかりしてて、いいんですよね。これソーラーはソーラーでね。最近ね、フリーエネルギーが成功しちゃってるんで、電気代タダになっちゃうんですよ。ソーラーよりがね、フリーエネルギーって成功しちゃってるんですよね。それになるんで、ね、こういうのいいですね。ね、この住宅ですね。こうですね。内装はね、こうね、しっかりしてるしね、してくれるっていうのはいいですね。鉄筋コンクリートだと、内装はね、この、時間になりますけども。浜先生のおすすめですね。パルコンね、パルコン、鉄筋コンクリート。